阪南大学3回生のボディービルダー宇佐美加藤です。完成です。今から近くの河川敷に行って、ヒートっていう高強度のインターバルトレーニングをします。高強度の全速力と緩いジョギングとかを組み合わせて交互にやることで、有酸素運動と同じぐらいの体脂肪率を燃やすことができるんで、それを空腹状態の朝一にやることでより効果的に脂肪を燃やすことができます。あと3すかね。ここまで心拍数上げないとまずい。そうですね、全速でやってっていうのが大事なんで、余力残さずやります。今から朝ごはん食べます。自分でやるんですか？はい、オートミールにアーモンドミルクを入れて、で一晩冷蔵庫で浸しておいたら柔らかくなって食べやすくなるんで、いつも夜にこれ作っておいて、また朝ちょっと果物とか入れて食べます。レッチャーシールです。水に浸して入れて、チアシールなんかはオメガ3っていういい油含まれてるんで、減量中でもいい油は積極的に取るようにしてます。梅のジャムです。甘みをつける意味でミックスベリーを入れて、これブルーベリーですね。果物のカロリー低いんで、こういうベリー系なんかは特に減量中でも食べれますね。オートミールなんかは GI 値って言って糖分を体に入れた時に血糖値の上がり方を指すのが GI 値って言うんですけど、お米とかより緩やかに吸収するので、その分脂肪になりにくいっていうのはあります。これココナッツオイルです。これで、ね、完成です。大体大会の、3から4ヶ月前ぐらいから減量入るんですけど、でも大会前以外は全然いろんなもの食べるんで、減量期間だけはこういうもの食べてます。オートミール食べ終わったんでプロテイン入れます。これ下にあるの全部プロテインか？そうです。味が違うのと、牛のタンパク質だったり、エンドウ豆だったり、いろんな種類あります。マイプロテインのアイスラテ味のプロテインがすごい美味しくて気に入ってますね。これおすすめですね、アイスラテ。もうジュースみたいなんで。減量中とかになると脂質とか糖質とか他の成分が抑えられているやつなんで、より質の高いプロテインになるんで、これもよく飲んでます。抹茶味が好きですね。あとはミルキー味もあって、これすごい甘みが強いんで、減量中甘さが欲しいとかにこれ飲んだらすごい美味しいので
これも減量中はよく飲んでますね。タンパク質 30g 1食取るぐらい調整します。朝の食事はこれで終わりです。これ何飲んでるの？家です。必須。タンパク質です。今回は、オートミールのおかゆを作りたいと思います。じゃあまず。これを 100g ぐらい入れます。で、浸るぐらいに入れて、ささみを使います。低脂肪で高タンパクなんで、減量中なんかはよく食べてますね。玉ねぎを、野菜類っていうのは結構減量中はかさ増しに入れてしますね。美味しいので野菜はやっぱりいくら食べてもカロリー少ないので積極的に摂るようにしてます。ネギとじゃことかも低カロリー高タンパクなんでよく使ってますね。一回食べてみてほしいです、これ。見た目はあんまりそんな良くないかもしれないんですけど、美味しいんで。で、まあこんな感じで、ここから味付けは何でもできるんで、こういう感じでいろんな低カロリーとかの食材を混ぜ合わせたら、満足感のある減量食ができますね。美味しいです。完璧ですね。これは完成です。じゃーん、オートミールの鶏肉入れたおかゆです。タンパク質と炭水化物も取れるんで、ぜひね、やってみてください。おいしい。してないんで、コンビニでおにぎり食べます。トレーニング後は糖質入れることで、はい、回復するので。部活から帰ってきたので、今日最後の食事を作っていきたいと思います。焼けてきましたので、ささみも、こんな感じで完成です。トレーニング後に糖質を食べたんで、夜寝る前とか最後の食事っていうのは、ご飯とかは食べずに肉とか野菜とかだけっていうことが多いですね。ごちそうさまでした。チートデイがあるみたいなことを聞いたんですけど、はい、チートデイってどういったものなんですか？減量中に低カロリーな食事続けてると、体がそれに慣れてきて省エネモードになって体重が落ちにくくなるんで、そこで毎日だったりドカ買いして代謝をバーンと上げて、翌日からスルスルスルと低体を打破できるっていう、そういうテクニックですかね。牛丼食べて、マクドナルドとかコンビニのスイーツとか菓子パン
パンとかスナック菓子とかアイスクリームとか焼肉とかに行ったりミスドとかも食べて幸せな一日ですね。